液液入門そのの4、液製剤の種類。今回は回収液とも呼ばれる1号液の組成について勉強します。液製剤の種類と考え方。まずはここに挙げた4つの違いを理解しておけば良いと思います。今回は特に1号液についてです。 臨床現場で使われている有液製剤はいろいろな種類がありますが、結局は生殖と5%グルコース溶液をある割合で混ぜたものと考えれば良いのです。実際の臨床現場で使われている主な有液製剤のうち、開始液と呼ばれる1号液、維持液と呼ばれる3号液がどのようなものかを理解しておきましょう。これ最初にお見せしたスライドですけども、今回は 脱水の補正に戻りまして、輸液性材の種類、特に1号液の素性を理解するために、次のような脱水の状況を考えてみます。症例は熱中症で運ばれてきた高齢の男性で、起用歴は不明の方です。熱中症ということで脱水がありそうですが、高齢で起用歴はわかりませんので、腎機能が不明ですね。 人気度が悪い人にカリウムが入っている液を点滴すると、高カリウム結晶で不整脈、致死的になってしまう可能性があります。意識障害あり、細胞内脱水を考えますね。細胞内脱水があることによって、中枢神経作用が出てしまっているということかもしれません。意識障害あり、細胞内脱水を考えるとなれば、5%グルコース液の投与をするべきか。 また続けて読んでいくと、頭骨動脈の拍動は微弱で頻迫ってことですから、これは明らかに血管内脱水の所見ですね。動脈の拍動が微弱で頻迫、血管内脱水ありです。生理所見水のような細胞外液を投与すべきでしょうか。このように5%グルコース溶液と細胞外液、どちらを先に投与したらいいのかと、えー、悩むような症例があった場合にですね、 この開始液と呼ばれる1号液を使えば、およそ生理食塩水と5%グルコース溶液が半々で入っていますので、これらの液を同時に投与しているということになります。また、カリウムが全く含まれていない点滴の液ですので、腎機能不明の方でも安心して投与が始められます。1号液の組成ですけれども、 厳密に言うとですね、生理食塩水を5%グルコースで60%に希釈したものになります。例えば、生理食塩水1.5リットルに対して5%グルコースを1リットルで溶かしたようなものです。まあ、ただですね、これは要するに、大体半々に薄めてあるというふうに考えてもらっていいので、まあ、2分の1生殖ぐらいの濃さだというふうに覚えておくといいと思います。また、カリウムを含まないので、腎機能が不明な場合でも使用できる。 という点で、開始液として使われることが多いんですね。1号液、開始液とも呼ばれますが、この特徴を2点理解しておいてください。1つ目は、清流食塩水と5%グルコース液がおよそ半々で溶かされているということ。2点目は、カリウムを含まないので、腎機能がわからないときも使えるという点です。明らかな脱水があり、すぐに液を開始したいが、 どんな液製剤を使えばよいかすぐに判断できないような場合5%グルコース溶液と生理食塩水を両方含むような素生になっているこの開始液が、えー、最初に使える液になりますまた一号液はカリウムを含まないので腎機能がわからない患者さんでも高カリウム結晶を起こす心配がありませんこのように一般的に初尿が出るまでおしっこが最初に出るまでですね れはカリウムが含まれない有液,液製剤は生理食塩水 NS ノーマルセリンと5%グルコース溶液 D5W をある割合で混合したものというふうに理解すると良いと思います。今回説明している1号液というのはおよそ生理食塩水と5%グルコースを1対1に近い割合でまずであります。 カリウムを点滴で投与する際の注意点を確認しておきます。カリウムを点滴で投与する際は、1時間あたり2 0メックを超えない量で投与してください。というのは、右に血清カリウム値を書いておきましたが、血清カリウム値というのは、およそ4 5メックの前後に非常に厳密に調整されています。ですので、ここで点滴でカリウムを大量に急速に投与してしまうと、知死的な不整脈を起こし、 死に直結することがあります。ですので、ゆっくりと点滴で補充していくということになります。また、先ほども説明したように、初尿が出るまで、おしっこが出るので、出るのを確認できるまでは、カリウムフリーの輸液、つまりカリウムが含まれていない輸液製剤を使うと安全です。具体的な溶かし方としては、500ml の点滴ボトル1本に対して、2 0ック以上のカリウムを昆虫しない、 ということが大事です。というのは、点滴が目を離した隙に全開で落ちてしまった場合、急激にその湯液が入ってしまうということはありますね。ですけども、500ml の中にどんなに多くても2 0 m クしか入っていなければ、まあ、1時間に2 0 m クを超えるという速度にはなり得ませんよね。ですので、えー、溶かすときですね、500ml の点滴ボトル1本に2 0 m ク以上のカリウムを昆虫しないということは、 大前提としてしっかり覚えておいてください。有機製剤は生理食塩水と5%グルコース溶液をある割合で混合したものというふうに考えてもらいます。えー、ですので、一番左端には生理食塩水。ナトリウム濃度で言うと 154Meq。えー、それから右端には5%グルコース溶液。これは書いてませんけども、ナトリウム、えー、イオンの濃度は0。 ですね、でそれらをある割合で混ぜたものとしておよそ半々に混ぜたものが1合液これはカリウムも含まないことから開始液として使うことができますそれから3合液これは生理食塩水に対して5%グルコースを大体2倍から3倍量溶かしてあります一般的にこれだけの量を使うと樹液として使うことができますこの中にはカリウムが含まれています この4種類を使い分けることで、日常臨床における点滴が十分に使いこなせるということになると思います。ですから、最初にお話したようにですね、有益製剤の種類にはいくつもあるんですけども、まずはこの4つの特徴を理解して使い分けられるようになっておいてください。まとめますと、 遺液の種類というのは、その点滴液の中に大体ナトリウムイオンが何メック入っているかということをざっくりと理解しておくということなんですね。5%グルコース用液としてナトリウムが含まれないものを使いたいのか。これは細胞内に水分を届けるための遺液組成でしたね。これは動画のその1というのを見直してください。細胞外液としてナトリウムイオンが血清の140メックに近いものを使いたいのか。 そうすると血管内ボリュームをアップさせることができます。これは動画その2を復習してください。それから維持液として産後液と言われるようなナトリウム濃度で言うと3 0メ e クから4 0メ e クぐらい含まれているものを使いたいのか。これは前回の動画その3を復習してください。 そして今回見てきたように、開始液として、およそ生理食塩水と5%グルコースが半分半分で含まれている、かつカリウムが入っていない液を最初に使いたいのか。また、その時に注意していただいたように、カリウムというのは、点滴で投与するときには非常に注意が必要です。急速上中では、致死的な不整脈を起こしてしまいますので、遺言性に 知的不整脈を起こさないためにもカリウムの投与速度は最大限注意してください。これらの内容が理解してもらえると一般的な輸液療法は基本的に理解してもらったということになると思います。それでは現実の輸液のオーダーがどんなようになるのか先ほどの例で見てみたいと思います。熱中症で妊娠となった高齢の男性既用歴は不明で腎機能も不明です。 意識障害があり、頭骨動脈の拍動は微弱、貧脈になっています。熱中症があって脱水です。高齢で、かつ旧歴不明、人機能不明ですので、最初はカリウムが含まれてない液を投与する必要があります。意識障害がありということですので、細胞内脱水を疑います。頭骨動脈の拍動微弱で貧脈ということで、血管内脱水がありそうです。 まず、1号液を点滴していきます。そうすることによってですね、5%グルコースの成分と生理食塩水の成分を同時に投与しているということになります。初尿が出て、採血の結果でも腎機能が正常でした。ナトリウムも正常の1 4 0メックです。意識状態は改善しましたが、まだ動脈拍動は微弱で、頻脈は続いています。ということで、今度は細胞外液など、 細胞外液として生理食塩水などを追加で投与しみました。そうすると、熱中症でしたが、体温も血圧も脈拍も正常化しました。高齢の男性で独居ということでしたので、翌日まで経過観察入院の方針となりました。絶飲食になっていますので、点滴で水分を補う必要があります。ということで、維持液と呼ばれる産後液を 24時間で2リットルぐらい投与するという予定にしました。まあ、こんな感じになるわけですよね。まあ、それぞれの、え、湯液の使い方というのが理解できてもら、理解できたと思います。湯液製剤は、生理食塩水ノーマルセリンと D5W5% のグルコース溶液をある割合で混合したものです。生理食塩水1号液,3合液、3号液、5%グルコース溶液、この4つを 使い分けられるようになることが、末消からの点滴の理解ということになると思います。日本では商品化された液性製剤、特に1号液、3号液が普及しており、5%グルコス溶液と生理食塩素をどのぐらいの割合で昆虫し、そこにカリウムやその他の電解質をどのぐらい昆虫するかを医師が毎回処方せに書いてオーダーするということはありません。 しかし日本以外の国では現在も毎回医師がこうした処方箋を書くことで輸液療法が行われています。日本ではこの既製品の遺液製剤のおかげで非常に便利になった一方で遺液を十分に理解してない医療従事者が増えてしまったという面もあります。人の腎臓というのは非常に性能が高く医師がいい加減な遺液をオーダーしてもほとんどの場合は問題なく水分電解質を調整してくれます。 しかし、腎機能に余裕がない患者さんでは、胃液が原因で水分過剰により、心不全を起こしたり、低ナトリウム血症などの電解質上を起こしたりするので、日頃から適切な胃液蘇生を考え、そして胃液をしている患者さんを注意深くフォローしながら、上手な胃液療法を身につけておく必要性があるのです。胃液製剤の種類と考え方、まずはこの4つを理解しておけばいいと思います。 先ほどから説明していますけれども、生理食塩水と5%グルコースをどのぐらいの割合で混ぜるか、それが1号液、3号液ということになります。前回もお見せしましたが、手元にメモをしておくと良い数値、こんな感じですね。まあ、覚えておくとすると、成人に最低限投与すべきなものとして、水は2リットル、ナトリウムは80メック、カリウムは40メック、グルコースはカロリーとして400キロカロリー、 ぐらいのイメージを持っておくと良いと思います。一番下に書いておきましたが、カリウム製剤というのは1時間に2 0メック以上投与してはいけません。ですから、湯液 500ml1 本に2 0メック以上昆虫しないということをルールにして覚えておいてください。お疲れ様でした。次回に続きます。